こんばんは。竜が如く極み2やっていきたいと思います。早速いきます。散歩します。この辺をね、関西探索してみようと思うんです。ちょっとゲームセンター入ってみたいな。何箇所かあるけど、どこにしようかな。本当にやれるの？お金を入れて、横に移動します。どうやんだろう、これ。丸でよく狙ってくださこういって、い。次はどこを狙いますか？奥に行く。移動します。うまく狙えましたか？うまくいけばいいけど、ちょっと違ったかな。こうなっちゃったんじゃ、ちょっと難しいかしら。横から見れない。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。どうします。うまく狙えましたか？それうまくいけばいい。いやー、また奥だった。横から見たりできないの？できるんじゃないかな。ちょっとやってみるね。よもうく一狙っ回。てください。どこを狙うかが視点ポイントです。変えられますよ。変えられる。ちょっと今のやり方、こうかな。視点変える。何そんなにグニャグニャ動かせない。こうだ。落ち着いてよ。ね。なん視点で？変え方難しい。このぐらい。もっと変えられない？奥ね。もっと変えられないの？変えられないんだ。どうし、うまく狙えましたか？またダメだったかな。自動で動きます。もうちょっとじゃない。だから、もうちょっとだっポた。イントがわかんない。またお金入れるの？3回や。と、奥行きすぎよね。これは、お金また入れなきゃダメ。よく狙ってください。これで真正面でね、パッ次てやはめどこを狙て、いますか？奥行きすぎたから、どう、うまちょくん、狙えましたか？今度はどう？いやー、いけいけいけ。行って、お願い。あれ？なんだよ、まあ。よく狙ってくだ今さ度こい。そ。どこを狙うかがポイントこれではちょっと奥の方がいいす。どうしね。ます？うまく狙えましたか？奥行っちゃダメよ。この位置がね。奥行かなくていい。やっといて、お願い。なんで奥に行かせようとするの？これ奥だったからダメなのかしら。そうだよ。そう。なんでかな、どうちゃん。左側になったよ。じゃあ、よく狙ってくもうだ一回さい。ちょっと。どこを狙うかがポイント。ちょっうと。まく狙えましたか？どうかしら。自動で動きます。ダメかな。いた。お願い。お願い、お願い。やったー。今度いい。おめでとうございます。もう、これで一応。キャンセルはまたね、遊んでくださいね。もう帰ろう。なこれでちょっと話して。わしの女がこんな中に入ってる。ロボ部長の欲しいって言って頼むわ。もうもしかして持ってたら。持ってんじゃん。持ってる。譲ってやるか。
ありがとうな、お兄ちゃん。もっとな、これでわしの女も喜ぶわ。申し遅れました。わしは里中と言います。それで、そんでこれはぬいぐるみのお礼や、受け取ってや。何わあ、やった。やっとすんだ。じゃあお腹すいたからなんかおいしいもん食べたいね。どこがおいしいんだろう。カニの道楽の本店、ここ行ってみようか。行ったことある？いや。違うよ。いらっしゃいませ。どれにしようかな。美味しそうだから。結構値段するね。ちょっとお腹空いてるからね。ちょっとご飯もの。やんなきゃいけないの？結構ね、美味しそうだけど、これちょっとな、これじゃ足んない。なんかこのさっぱりしたんでいいか。食べるとなんかあんの？うまいな。おいしいわ。上がるの？おいしい。何がおいしいって。おいしくねえ。まあ他行ってね。他行ってみる。ここ行ってみよう。さっきの里中さん。何が来たの？何か来たみたいよ。うわ、後ろにいるんじゃない？いやー、危ないな。うわ落っこちちゃった。さっきのどっかね、歩いてみよう。待ち合わせ時間でぼちぼちやななんて言ってるけど、ここ見るっつうから。さっき、はい、釣ったやつだ。いやー、まさかな。戻ってみようか。またなんか今出てたよ、ここに。クラブセガに、クラブに戻れ。戻ってクラブに戻れって。クラブはどこだっけ。もう道が分かんない、漏れちゃった。こっち何があったんだか。こっちやったかしらね。こっちだから、それね。そこだ。戻ってみればわかるもん。あ、里中さん、ここにいたじゃないよ。まだやってるのか。
うん、この間のお兄ちゃんじゃないか、ちょっと聞いてくれよな。このロボット部長を女に渡したら、これ私が欲しかったやつと違うとか言ってな、この場がぬいぐるみをぽいやで。部長やなくて課長、ロボ課長が欲しかったらしいんや。頼んますわ。そうや兄ちゃん、何でもすまんけれど代わりに取ってくれんか。いや、頼んますわ。お、じゃあやってみよう。お金入れて横に移動します。よく狙い、結構難しいからね。どこを狙うかがポイント。移動します。うまく狙えましたか。どうだ。自動で動きます。あー、やった一回で。珍しい。おめでとうございます。繰り返しプレイすることで上達します。兄ちゃんさすがやな。まあこんなもんだな。わしの女も喜ぶやだ。これお礼や、受け取ってや。高級リング。よし、わしは彼女のこいつを渡してくるで。これを機械も直ってラブラブ間違いなしや。今度終わった。ここはね。さあこれでゆっくり散歩でもしようか。こういうゲームだ。あ、来た来た来たって。なんかこの辺にチンピラがいるね。やったるで。手間取らせやがって。片付いた。喉が渇いちゃった、うん。これなんか可愛い子いないかね。もうちょっと。あ、何、また来ちゃったけど。うわ、日本刀これ何持ってんの。
しばらく寝てろ。さっきの。もう一回行ってみますね。じゃあね、さっきのところゲームセンター。また中田さんここにいたからちょっとどうしたのか会話してみる。兄ちゃん聞いてくれなって。おい。で、彼女とうまくいったか。さっきの指輪はね、婚約指輪だった。お。なんだそうか、まあそういうことやから指輪兄ちゃんが持ってや。そや見て見て、ね、うまくなったって。東京から来ました、案内してくださいよ。もちろんやで。ウキウキ里中釣りズムの釣りズム、いいよ読まないで、よろしくお願いします。切り替えの早いやつだな。まあお世話になったな。これ今までのレイヤーなんかレアらしいな。あ、何これ、ゴードロボと社長。あ、今度サブクエスト今度完了だったのね。それがまた後で、これで終わりで先進みます。先行ってみます。あんまり食べてないからね、お腹空いちゃってんだ。また現れた。よし、ヤクザ。いややった。う。まだいる。ったく、時間食っちまった。みんな応援してくれてる。この先行ってみる。また行き止まりん。覚悟はできとんのか。いやいいかそうだな、これは。無敵じゃない、ほとんどね。いや、こっち。
さっきの店ちょっと行ってみようかな、キャバレお店になってるから中へ入れません。大変申し訳ございません。何とお詫びしていいやら。入れない、結局ね。ダメね。何か聞いてもダメだから。中にね、入れない、このお店には。さっきのこの人、おい、キャベレグランドの VIP 席について聞きたいんだが、キャベレグランドね。なんでそんな早いの？読めないよ。長い。ちょっと待ってよ。何時の早く押すの？読んでないよ。ジョー、この人に頼めばあのキャバレー入れるから。行ってみよう。これで。何見とんねん。おい、止まれや。あれやこれ。ああ。黒川というやつから紹介を受けたんだが。いらっしゃいませ。給料様でございますね。受け止まっております。やっと入れた。いらっしゃいませ。いらっしゃいませっつってる。ゆうこです、はじめまして。こっちの人やないね。ああ、旅行でこっちへ来たん？旅行でこっちへ来た？じゃあいや、お仕事？まあそんなところだ。おい、
おなごの数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや。ちょっと目合わせたらあかん。目合わせたらいかん。この辺で有名な薬剤さんなんやて。はい、お呼びでしょうか。関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないで。すみません。頭下げる暇あんねやったら色っぽい姉ちゃん業さん引っ張ってこんかい。いい加減にせ。ほら、お親分さん、ありがとうございます。親分さん、さすがやわ。貫禄あるな。当たり前やがな。お前さん、この仕事してて親父のこと知らんのかい。未来の近江連合のドン、関西の竜や。覚えときゃ。へえ。どないしました。あ、こいつのせいでいっか。ちゃうわ。お前今何言うた。は？覚えとらんのかい。席外せ。自分なんか親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。あ、いや、ええからはよ謝らんかい。すみませんでした。ほら、みっともないで。はよ席座らんかい。人探す気かしてからなんぼや。2年です。やばいね。そうか。あの、親父。で、さっき言うたこと思い出したんかい。いや。まあ、飲めや。はい。いただきます。うわぁ。これで思い出したやろ。はよ言うてみや。これ関西の竜。関西の竜って言ったんだ。ちょっとあんた落ち着かねえ店だ。待て、我よくも口にしたの。おめえらがもう一度聞きてえと言ったからだ。人の話盗み聞きしくさってこら。あれだけでかい声で喋られたら嫌でも耳に入るぜ。うら。いや、やめ腐って、大阪湾に沈めたのか。覚悟せや。
うわ、みんな怒った。せや、離せ。強すぎる。すまんことしたわ。うちの若い衆は血の気が多くてのもうお帰りですか。お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。気に入った。さっきのお詫びとして怒らせてください。断る。近江交流会のおごりです。わしの顔を立てたってください。合流会よし。この店で一番高い酒持ってこい。はい。ほんまにええ度胸しとるわ。うちの組にもあんたほどの男はおりませんわ。関東の方やな。ああ、そうやろな。あんたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさかいに。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろか。これは失礼。わしは近江連合合流会二代目の合田隆二と申します。近江連合ぐらいはご存知でしょうが、日本で一番有名な大門ですさかい。ああ。で、お名前は。名乗るほどのものじゃねえ。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。桐生カズマだ。堂島の竜、東条会の桐生カズマさんですか。いや、そんな男は知らねえ。兄さんも人が悪いわ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわな。本物やったらこんなところで酒飲んでられるわけないわ。どうしてだ。本物やったら今頃それどころやない。必死こいて戦争の準備しとるはずや。ああせや、せっかくやから教えます。さっきわしが切れたわけ。なんだ。わし関西の竜と呼ばれんのが気に入らんのです。竜はまだい、関西が嫌なんです。竜に関西も堂島もありゃしません。極道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。まあな。あんたとは気が合いますな。これも何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいます。今夜の12時ちょうど、カムロ町に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。花火。わしが仕掛けた花火です。一世一代の祭りが始まるんや。祭り。その幕開けの花火がカムロ町に上がるんや。そして明日、堂島の竜は死ぬ。何？それでわしは本物の竜になる。少し喋りすぎました。
まあ、桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ああそう、一つ言い忘れましたわ。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味だ。あんたの体からプンプン匂うんですわ。血の香りが。桐生一馬さん、ほうな。仕掛けた花火、中日、一体何が始まるんだ。行ってみよう。爆発だって。おい、人だかりがしてるから行ってみよう。花火、これが花火だって。先ほど午前0時にカムロ町のミレニアムタワーで爆発が起きた模様です。詳しいことはまだ分かっていませんが、爆発が起こったフロアには暴力団関連の事務所があるとの情報もあり、事故以外の可能性もあるとのことです。これが花火。ついに始まったか。これで終わりとします。ありがとうございました。何も喋んなかった。